久しぶりにいいとものお話なんですけど、うん、いいともね、アルタで、まあ、僕ら、最後の1年間ね週替わりレギュラーで出させてもらったんですけど、そうですね、アルタでいつも撮ってて、うん、行くとね、そのアルタの下から入るんですけど、うん、警備員さんがね、本当僕らですら顔をちゃんと覚えてくれて、案内してくれるんですよ、こちらですみたいな。お客さんが、観覧のお客さんが並んでますから、そうですね、別に僕ら囲まれるとかわーけ言われることはないけど、うん、ちゃんと案内してくれるんですけど、僕多分唯一顔パスできんかった人かもしれないあの警備員さんつら2回に1回は、あ、はい、ウエストランドです、みたいな。いや、すげえいい警備員さんでした、本当に。いい警備員さんでした、本当に。最後のグランドフィナーレの後、うん、その打ち上げみたいなみんなって、多分そこに警備員さんもいて、帰るときに、うん、お疲れ様でした、ありがとうございましたみたいな、出口ぐらいちょうどあって、お世話になりました、ね、またなんか番組で警備させてくださいねみたいな言われて、いい、僕らも頑張ろうと思って ね、それでまたいいとも終わっちゃうけど、うん、と思ったこともあったんですけど、一回だけなんか、その人が、多分仕事から別のあれが入ったのか、違う警備員さんがいたことがあって、うん、で、まあまあ行って、でもなんか引き継いでるのかなと思って行ったら、うん、まあ分かんなかったんでしょうね、うん、それは全然いいんですけど、うん、僕、出演者 のウエストランドのって言ったら、まあ渋谷じゃない、新宿の街中ですから、うん、聞き取りづらかったのか、はいってなって、ウエストランドって、ゲッターズさんですかって言われてゲッターズさんじゃないだろうと思って、これを取ったらこれになると思うと思ってちょっとなんか恥ずかしいしね。俺が顔パスの話先にしてしもうたけ、まあ、ちょっとブレたな。畳みかけてその話をさせないようにしようと思ったけど、うん、もう言い出したしいいかと口ラジだからいいかと思ったけど、まあまあそうっす、いい人でしたけど、ね、いつもいる人は、まあそれは引き継いでしたわかんない。いい人でした、本当に。今考えたらどこでもそうですからね、テレビ局に行って受付でね、うん、なんかお名前はとか言われるとき、ウエストランドのタイタンから来たウエストランドの井口ですね、わけわからないでしょ、そっか宇宙人かって話したら今考えたらテレビ局だから通用するけど、うん、タイタンから来たウエストランドですとか言ってわけわかんないでしょ、その惑星からなんか国が来たみたいな、うん、まあウエストランドなんかまだいい方なのかもしれないですね。脳みそですとかも言ってるわけでしょうし、タイタンから来た脳みそってもうわけわかんないでしょ。タイタンっていう名前もカタカナで、そうそうそう、コンビ名もカタカナ で、ね、もっとそのピン芸人さんとかで変わった名前の人とかね、うん、あくまで自称でしかないし、そうですね、でもウエストランドですとか言うけど自称でしかないですからね。違うしな、違うし、別に俺甲本太志僕も井口博之です全然なんでその二人が揃ったらウエストランドになるんだよ。いや、ほんま勝手に間もウエストランドですって自ら言ってるだけですからね。違うしなそれ言い出したらみんなそうですけど脳みそじゃねえし天野さん、天野さん天野さんなのでちょっとね受付でもこれまあ麻痺してるから僕らなんて思わないでしょうけど、うん、でも結構嫌じゃないよな、営業先とかちょっと恥ずかしいな、うん、そのテレビ局とかいいですけど、営業先の全然関係ない工場とかで営業するときに、うん、ウエストランドですって言ってもそうだな、まあまあはって話ですからね。だから売れて有名になるのが一番です、どこでもね、うんうん、顔見たら分かってもらえるようになるのが、名前を誰でも知ってるような存在になる、なればね、また警備員さんに警備してもらえるようにね、そうですね、頑張りますよ、お願いします。今のところ自称ウエストランドですけどね、そうですね、自他共に認める存在になりましょう。そうですね、頑張ります。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランドの愚痴ラジ、ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをねしてもらって、いや、そうなんですよ、まあ、僕愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから、そうなんです、こんな感じですから僕は隣にこいつを座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください、お願いします。